インフィニティウヒヨン、渋谷の人混みの中で絶叫、フォトピープル、東京編でミッションに挑戦、像があり、写真イコール、フォトピープルイン東京、キャプチャー JYJ のジェジ。と MXM のイムヨンミン、ユソンホは、コッピモ、花火棒、イケメンの意味、ツ、に、ジセホとインフィニティのウヒヨンは、スーパーマリオブラザーズ、に変身した。本日、2日、午後5時、ネイバーテレビとポータルサイトネイバーのライブ配信アプリ、V ライブを通じて、フォトピープルイン東京、第4話の第1弾が公開された。4日には第2弾が公開される。前回の放送でジェジュンとイムヨンミン、ユソンホはお台場へ、チョセホとウヒヨンは渋谷に、写真ミッションのために旅立った状況だ。お台場チームは、海の上の海賊レストランに訪問し、視聴者の食欲を刺激した。特にユソンホは、苦手なチーズを食べるミッションや童顔対決などで、人生の苦味を経験することになった。お台場で、コッピモズの3人が活躍を予告する中で、渋谷チームは、遊ぶのが一番好き、だと叫ぶ計画を立てた。これまで以上に真剣にメニューを悩んだり、絶対見逃せない木板、食べる放送を披露した。ウヒヨンは渋谷のスクランブル交差点で愛を叫ぶ計画で、その理由について好奇心を高めた。またチョセホとウヒヨンは、ウヒヨンを探せ、魅力的なチョセレブ、などのフォトミッションに情熱を見せた。遊ぶことが一番好きだという二人の男、チョセホとウヒヨンはシンクロ率 200% を誇り、スーパーマリオブラザーズに変身し、渋谷の真ん中で存在感を誇る予定だ。フォトピープルイン東京のリーダーであるジェジュンは、日本の知人チャンスでフォトクルーを喜ばせる予定である。フォトミッションのための高級スポット情報、知人が語るジェジュンなど、どこでも見る子とができないスペシャルな情報が、フォトピープルイン東京、第4話に溢れている。それに加えて、戻ってきた、計算のプロ、チョセホの威厳に至るまでの計画や、突然登場したルールに、戸惑うが、クールに、食べてみよう、と叫ぶチョセホの姿と、その事件の真実がすべて公開される。JYJ ジェジュン、フォトピープル、で、兄の魅力、をアピール、流行語クイズに苦戦する姿も、動画あり、プロデュース101、出身ユソンホ&インフィニティウヒヨンの出会い、年齢差に驚き、動画あり、